明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人でいつかあなたと行くはずだった。春まなさに信濃路へ行く先々で思い出すのはあんたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたい。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの暑さ2号で私は私はあなたから旅立ちます。あなたを待って私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。とても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの朝日号で私は私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの暑さ2号で私は私はあなたから旅立ち